森優子さん、はいえー。立憲民主党社民の森優子でございます。今日はお二人の参考人、えー、大変貴重なお話ありがとうございます。あの、えー、私も趣味がないんですけど、唯一の趣味といえばガーネガーデニングでございまして、あの金沢参考人の作られた、えー、苗を植えているかどうかはちょっとあのよくわからないんですが、まあ今年のフラワー・オブ・イヤーという、えー、素晴らしい。 賞を受賞されたとこれまでのご努力の賜物だと思いますので改めてお祝いを申し上げたいと思いますであの私どもは今回の守病法の改正案にはあの反対の立場なんですけれどもでもあの育習家の権利をきちっと守っていくとでその努力に報いていくそのことについては全く異論はありませんしむしろしっかりと守っていくべきであると いう立場なんですね、えー、しかしあの、えー、やはり一方で、あの先ほど来、えー、村上参考人がおっしゃっているような、まあ、農民の権利、えーその、農業の多様性を守っていくための、えー、そういったものに、えー、きちっと、えー、思いをいたして、やはり、えー、農業者と、そして育種家の権利のこうバランスを図っていくことが重要であると。 で今回の法律に関しては、えー、そういう意味であの、えー、これまで認められてきた農業者の権利を著しく制約をして、あの育種家の権利を守ることは本当に重要なんですけれども、その辺のバランスを欠くのではないかで、その辺の疑念がなかなか払拭できないと、現場の皆さんからも様々な声が寄せられている、まあ、そういう立場から、今回の法案の改正には、残念ながらあの賛成ができないと。 いいう立場ででございますであの金沢参考人にまず伺いたいんですけれども、先ほど来のお話をお聞きしますと、まあ、今回の法改正に期待するものは、あの海外への持ち出しというよりは、まあ、国内におけるその,ご,じあのご自身の持たれているその育種権、えー、そしてそこからもたらされるロイヤリティ、これを守られることが不十分なのであると。えーだから まあ、農水省はこの今回の法改正の目的、えー、海外への不正な流出の防止のためっていうふうに言ってるんですけれども、それよりは、あの今回の改正案に対しては、むしろまあ国内での,その、えー、育種、そしてそれを販売していくということについての権利をもっと守ってほしいと、えー、そうじゃないと、えーまあ、ロイヤリティも得られないし、えー、経営 にとってもあの良くないのだというようなまあそういうお話なのかなというふうにちょっとお聞きしたんですけどもその辺についてはどうなんでしょうか。金沢参考人。はい、えー。一応私も農民なんです。農民の中からやっぱり先ほど言われているように自家採種をしてきてその中の変異の部分を地域のお仲間に分け与えて産地を作ってきました。 その中にどんどん今度は、えー、有料なものができてきてそれを、えー、全国の方に販売されたらどうかということで、まあ、こういう権利が発生しましたとそういったことでじゃあやりましょうかという流れのもとにあの普及を始めましたねでそれとその権利の部分の商品、まあ、登録品種 で一つはその管理をしていくっていうのは一番は無断増殖ではないんですけどもどんどんこの品種がいいっつって偏ってしまうと全体的な農家そのものの一つの、えー、価格の下落だとか、まあ、そういったことに非常につながってしまうんですね。でそそののの中でやはりあ,のある一定の、まあ、マックスの限度だとかう、まあ、ういい管理をしていきながら やっと出来上がった品種を末永く消費者の皆さんに食べてもらうあとは権利を受けた方はじっくりとして特能的なもともと潜在能力で持ってるおいしさだとかきれいさを追求してもらってさらにそれを消費の場で支持者を集めていく、まあ、そういう流れの中にあるものだと私は覚悟あま やってますそれと海外流出していざ日本でできた成果物を許諾を受けたあ、ね、ものが海外にいた時にもうそこにできてましたみたいな品,種の品質の悪い、まあ、そういった部分でやっとあの国も、ね、あの農作物をまあ一つの輸出項目に挙げてきましたけども今までほとんど内需で済んでた部分の中でのまあ現行法だったんで今後やはり ね、EU にしても、欧米にしても、全部もう、あの先進国は農業立国なんですよね、まあ、そういう流れでの一つの大事な輸出部門という部分を、また国内で作られた、ああ許諾を受けて、しっかり作ってた人が、海外でもやはり脚光浴びるようなあの現行法になってくると私は確信しております。森ゆうこさん、はい あの村上さんにお聞きしたいんですけれども、まあ、あの政府の説明、農水省の説明はです、ね、えーっとまあ、今後も変わらず、まあ、許諾権さえ得れば、えー、あの増殖もできるし、何も変わらないんだというふうにあの説明の、のいろんな心配は、まあ、むしろ誤解であるというようなあの説明をされるんですけれども、私はちょっとここはね、 違うじゃないかなと、やはり原則が変わるわけですから、何も影響がないということではないと思いますし、えーまあ、本当にそういうことがあるかどうかは、ちょっとよく、もう少し現場の方の声を聞かないとわからないんですが、今まで許諾を、えーえーっと、許諾がなければ増殖ができない、そうすると許諾を受けられないという場合がありはしないかと、えー、そのようなご心配というのはあるんでしょうか。 村上参考人はいあると思います。あのもちろん、えーと、説明は今までいろんな方から聞いていますので分かりますが、例えばあの、都道府県レベル、それから国レベルでも農業研究所、いろんな守備を作っている、そして、まあ、そ,うやそういう形で登録されたものは、えー、衆議院の中でしょうかね、あの これは農民のために作ったものだからいわゆるお金を払うにしてもそんな高いお金になることは絶対ありえないということを言ってましたところが今手指法の中で都道府県のものは日本のいわゆる普通に使うものの,あの種類のものはもう今あの廃止になろうとしていますよね。そそしてそれののまな今までの研究データは、 民間に移住するということを手指法で言っておりますねじゃあ民間は海外とかいろんなところがないんでしょうか日本の会社を使ったって海外が入ってくるといくらだってできますよねでそういうものを農民税金を使って農民および国民のために作ったその,あのいわゆる知的財産も含めたさまざまなものを全て まあ払い下げするという考え方は、これ、今回の外国へ流出するというのもと全く反対のことをやっているものになっていますよね。そういう意味でね、あのー、僕はなんかそこにこう統一性のない、あのー、この種苗法とこの出資 <coughs> 法の,まああの廃止というものの中にそれを見ます。それからもう一つですね許諾がない 例えば、いろんなあの人がやっていて、いろんなものがあってあの、どれを選ぼうかみたいなところであるならば、そういうところは許諾権ってそんなに高くならないと思います。ところがある会社がそれを全部自分のものにしてしまった、この場合はものすごい高くなります、これはもう、あのインドで起こっていて、インドのメンカーのところは、ですね昔は全部、自家採取するものがあったのに、それが全部なくなって、F1 およびあの、いわゆる遺伝子組み換えしかないと。 で遺伝子組み換えの場合はそれに使う肥料から何から全部決まっていてそれをやらなきゃだめだしできなくたってお金は払わなきゃならないということで今30分に1人の割合であのあのインドでは農民が自殺してるんですねこれもう20年続いてますでこの問題の中につまり許諾権を与える側が少数になってこれがあそのいわゆるモノ企業モノカルチャーというもの パワーになってしまったならば、これはとん,とんでもないことになります。そこではあの、えー、コットンの種の値段は千倍以上になったと言ってます。ですから今これからこの世界の流れはですね、いろんなものを合併していって一つのあのスーパーパワーになろうとしている今形がありまして、あの小さなそういう種苗をやっているとかどん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 合併されていくということはあると思います。 その時に一体農民はこの法律によってどのように守られるんでしょうか。そういう将来将来のことも考えたものをちゃんと見ていただきたいと思っています。森優子さん。はい、ありがとうございます。あのそこは一つの大きなあの争点と言いますか。要するにえっ、ー、とこの改正を早く、えー、改正案を成立させるべきだっていうふうに主張する皆さんはあのまあいろいろ。 な育種、賢者、まあ、開発する人たちがいろいろいらっしゃって、その中で、あの先ほど金沢参考人のお話にもありましたように、あまりあの一つのものに集中してしまうと、それはそれで良くないので、い、ま、ろ、あ、んな形で、それぞれいろんな人たちが関わって、多様になっていって、そしてそれを選択するのはあの農家の人だという。 あの農生産者は選択ができるのである、えー、だからあの、えー、生産者の最終的には利益になるというふうなご主張ですし、一方、やはり <laughs> 反対と、えー、強く主張されている皆さんは、今、あの村上参考人がおっしゃったように、えー、そうは言っても、やっぱり一番売れる、えー、あの市場で、えー、人気の出る、そういう 商品にどんどん偏っていって、そしてそれを作るところも合併をしたりして、えー、独占的に種を、あるいは苗を持ってしまった場合には、まあ、むしろ選択権を狭めてしまう、えー、支配されるようになるで、ここがなかなか議論がかみ合わないところだと思うんですけれども、えー、と金沢参考人は先ほどの村上さんの、そのまあ、 これを認めてしまって、その農民の権利を著しく制限すると、結果的にはそのような独占的な市場を形成する一因になってしまうんだという懸念に対しては、何かお考えありますか金沢参考人、はいえーね。まず消費者を考えた場合、まあ、新しく開発・育成した品種も、当然、ま、あ 寿命があるわけですよねだからいつもまあ戦後のものの我々生まれた頃の戦後の、えー、本当に麦飯米を国に供出して麦半々で食べてたちっちゃい頃を思い出しますしかしそこでいっそ飯と言われている米だけのご飯を食べれるようになってそしたら今度はその米も、えー、だんだんと少しずつ農林21号から 笹コシヒリとだんだんおいしいものになってくるとだんだんその消費自分たちの食べるものも少しずつ変わってきてよりおいしいものよ,よりあでやかなものと花で言えば、まあ、そういう形の部分がどんどんこう改良されてきて今まで既存にあった部分の生産性病気に弱さ、まあ、そういった部分で F1 とか そういう主観雑誌が作られて、非常にその農業の生産性を高めるための種苗っていうのをどんどん開発されてきたわけですね。まあ、そういった中で一番。農家さんが支配されると思うんであれば、やはり。まあ、そういった部分の、まあ、先ほど。ね、インドの話が出てき、ましたけども、あれはちょっとね。やっぱり悲惨だなと、私自体も思ってます。 まあそういう流れで日本の場合はたくさんの在来種と、まあ、そういった部分もあってその方々が今度逆にオリジナルテーを出していく時代じゃないかとみんな F1 を作られて生きててあの、まあ、そういった同じようなものばかりじゃなくてそれと違うものも消費者は望んでるはずです。だからそうういいったた化っていうのはたくさん あるもんですから。まあ、そういった中でのやはり活路を見出せたらどうかなと私は思ってます。はい、森ゆうさん、はい、ありがとうございます。あの、えー、貴重なご意見ありがとうございました。あのまあ、主要農作物種子法の廃止、そして農業競争力強化支援法、えー、そして今回の種苗法の改正ということで、あの金沢参考人のご意見、あの最もな。な 部分あの私も共感できる部分、たくさんあるんですが、まあ、一方で、この間の流れの中で、あの何ていうか、多様性、それから農業主権といったものが脅かされているのではないかという疑念がなかなか拭えない部分もありまして、まあ、こんなにドラスティックにね、バランスを変えてしまうような改正をするのはいかがなものかというふうに私、思っているということを申し上げて、感謝を申し上げ、質問を終わりますありがとうございました。 高橋み。